汗びっていうのはもともと何百年前からあるんだろうと私は確信しています。だいたい標高、だいたい200から300、400メーターぐらいのところに生息している同期類の、一種なんです。で私が、自分とこの山で出荷させていただくようになったのはだいたい2年ほど前ぐらいから、成長期がかなり長くかかるもんで、10年15年かかってしまう。標高が高いところにありまして、足元が悪い。1日に取れる量っていうのが、1キロ2キロ、それを収穫した汗びをね、持ち出してくるっていうのが一番大変なことなのかな。で作業場で、そして枯葉とか、そういうなのに気を使いながら60センチ、80センチ、1メーター、1メーター20、やってるっていうのが実情ですね。そうですね、やはり奈良県の汗びっていうのはやっぱり葉の光沢、そして葉の色、ボリューム感がやっぱりものすごく喜ばれているっていうのがありますね。私が始めたのがだと40年ほど前、それまでは桃と梅と植えてあったんですよ。それを伐採して、で私が花が好きやから花に切り替えたんですよ。6時半頃に起きて、もう時期に7時には畑行ってます。少しずつ切って、それでないと暑かったらしおれますんで、すぐに水につけますけど、で葉っぱをみんな取らなあかんから、カンダクラ、カンダクラの場合はね、でカンダクラはもう畑でちらほら咲き出したら切りに行きます。これでカンダクラはこれからやったら今年にくいからどうでしょう。そうですね、10月の終わり頃にはちらほら咲くんですけどね。で棒状はね、粉貝殻が強いんですよ。だからそれで消毒をします。あまり背を高くしないで、で花芽をしっかりとつかすような作業をしますね。花芽をたくさんついてるように管理した結果、やっぱり買っていただく方にもたくさん花がついて見栄えがいいなっていうような感じですね。どんな花に対してもやっぱりこれがいいなと思うようなものがあれば植えていきたいなとは思ってますけど、まだこれから植えたいなとは思ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。